ジェイウェイ、イネネシンワール。京セラ、テクノロジーカウンジ。柳井流仕事術という。仕事術、はい。柳井さんは、あの、仕事術に関するクリエイティブアイキドウじゃないですけど。あ、はい。そういうね、本も出されてますけど、仕事とか職業とはというお話から、えーはい、したいと思いますけど。はい。もそういうのって意識されてます?。 意識今はそんななしてないですね今はなんかそういう力の入り方はないし割と最近思うのは頭で考えないで口で喋ってんなっていう時があってそれ多分川田さんもわかると思うあ先にね唇の辺りになんか脳みそついててあ<ー> <laughs> だから事前に思ってたことじゃない面白いことが。 会議で発言でできたたりりととかすするななんんそれ思いついいつてんだろうみたいな時ありますね柳井さんが、うん、すごい僕印象的にの覚えてるのは、うん、特に広告の制作の現場って役割がすごい細かく決められてるじゃないですかそうですねあなたはコピーライター、はい、あなたは、えー、プロデューサーとか、はい、結構細かくいろんなことが細分化されてる中で、はい、柳井さんって結構トータルでお仕事されてるなって大きな絵を描いて。 どこにそういう仕事術があるのかなっていうか、どっかのタイミングでそういうの外したと思うんですよね。確かにそこは曖昧ですね。あの逆にその役割分担をきちんとしてやっていくとなんか気を使い合ってしまうというか、みんなにいろんなことをお願いしたりね、はいはい、直してもらったりしなきゃならないじゃないですか。自分が全部やってるとそこがないんですよね。うん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 。あとは一通りあの 時にコピーライターになったり時に支援プランナーになったり時にプロデューサーになったり時にアートディレクターになったりってなってると人に頼む時に例えば僕 CM の演出も自分でやるのが半分以上あるんだけど自分がやらないで演出家に頼むとその演出家はやっぱちょっと構えるというかねなぜ柳井は自分でやらないで僕に頼んだんだろうってなってでそこから何か面白いことが始まるっていうのがありますね。 まあでもそれぞれできるからこそ審美感がそれぞれ備わっててあえて頼む時もある人しってことでよね。うね、ん。まあできるっていうか半分素人みたいな感じでみんなに助けてもらってやってますよ、うん、あのだから助けてもらうっていうのもコツですね。ああ<ー>大大丈夫かなやない大丈夫夫かかなななやいって周りみんな思ってくれてるからすごく楽です、うん、僕。うん 真似してるわけけじゃないんですけど僕も制作の現場とかもあってでも自分でもなんかマイクの前でこうやって喋ったりとかも結構するようにしているのは、うん、柳井さんも結構喋ってたじゃないですかいろんなメディアで。あ喋ってましたねで。それこそ毎週のようにいろんなゲストを迎えした時もあるしいまだにラジオもね渋谷ラジオやられてるし、はい、なんかそういう喋るっていうのは柳井さんにとってどういうあれなんですか喋るっっってていいうううかねやっぱ人と会うっていうのが、うん まあ2つですね人と会ってしゃべるのと自分一人でしゃべるのと2つありますけど人と会ってしゃべるのはやっぱりその人から受ける刺激って言ったら普通になっちゃうけどその人からもらえるもので自分の中で新しく生まれるものっていうのは山ほどあって、うん、だから誰にも会わずに何かを作れって言われたらもう何も多分作れないなって思うんですよね。 中にあったものがあの自覚できるっていうのはあるじゃないですか。それは大きいなと思うんですよ。この前ね僕の大学の大学院の僕の研究室の学生たちに11人に出した課題が、はい、30分のラジオ番組を作れって言ったんですよ。<ー>それデザイン勉強に来てるねあの連中にラジオ番組作れってどうこっちゃっていうところもあるんだけど、そこで自分のことを話してごらんって言ったんですよ。 で自分の,あのものづくりどんな気持ちでやってるかでもいいし自分が好きな曲をかけてその好きな理由を話してもいいしっていう、そうするとやっぱり彼ら彼女たちが初めてその言葉にするじゃないですかだからも,ものすごくキラキラしたものが出来上がるというかだからね僕ねキラキラ大好きで「キラキラハンター」<laughs> <laughs> 人が何らかのスイッチを押されて いつもより大きな笑顔になってるとかいつもよりすごい状態になってるとかっていうのがすごい好きでそれですねだからスタッフと仕事する時もどのぐらい無茶なことを言ったらなんかあのこの人は面白い答えを出してくるだろうとかでそれをなんかこうまとめてというかそうやって一緒に作るのが好きですね。だかから CM 出てくれるタレントさんなんなもそうで よその CM に出てる時より僕と作る CM の時の方がどう魅力的に見えてもらえるかなっていうのあるしインタビューの番組やってた時もよそじゃ話さなかった秘密をどうやったら油断して話してくれるだろうとかそれ割と仕事術かもしれないです自分の。おじゃあ陽介君はい。平和の祭典だ 平和の祭典。平和の祭典。洋聖君のリモートの背景に平和の祭典という達筆な文字が書かれてるっていうね。<はい S 2> 書き初めみたいな感じ。書き初めみたいですね。<laughs> はい。えっと、自分は今、ちょ就活を少しずつ始めていて、その中でその、いわゆる自己分析っていう、その自分って何者なのかみたいなのをこう書き出していく中で、 その何かを自覚していくっていうなんか行為をなんていうの反強反制的にこう行わさせられてる感じもあってだからそういう意味ではなんかあんまりそのキラキラしたものっていうのはなかなか,なんか見つかってこない感覚があってなんかどうやったら自分のキラキラした部分をこう吐き出していけるのかなっていうところをなんかそう,しますそうですよねだからその自分のね研究室の学生たちにやらせたラジオ番組っていうのを 洋介もやってみるとといいと思い思ますよあのねむ昔っていうか10年ぐらい前かな一緒に仕事してる同い年の女性の社長さんがいて劇団の社長さんなんだけどその人と話してて面白かったのが昔無口な男が好きだったんってでも付き合ってみたりあの自分が年取ってきたりすると無口な男は何も考えてないってことに気がついたっていうかそれが分かったんだって。<laughs> だから黙ってる時って何も考えてないんだよね。みたいなのを会議会議してて、僕がなんかうーんって黙り込んでた時に指摘されたんだよね。うーんって言いながら何もか考えてないんだよね。ねだからと,とにかく <laughs>。なんていうのかな？その自己分析とかえっ、ー、と何て言うんですか？エントリーシートみたいなと、ころの書き方じゃない形で自分を吐き出してみるといいなって思うんだよね。 だからその時に自分にどういう宿題を出すかラジオやりなさいでもいいし中学の頃の自分に手紙を書きなさいとかね例えばあの中学の時の自分が陽介を今見たら驚くこともたくさんあるだろうしえー、まだそんな感じなのって思うこともたくさんあるだろうしなんかそういうね開いてない扉っていうか親しい人にしか見せない自分みたいなのを。 見つけ出せるといいなと思うんですよね。ありがとうございます。はい。いや、もう、なかなか言ってもらいことじゃないですよ、洋介ね。よかった。<laughs> もう、洋介のね、<laughs> 心の中のね、最低の太鼓は聞こえてきてもん、今。ボンボンって、なんか、<laughs> どっからかわかんないけど。<laughs> はい。